これです。これ、ご存知ですか今、第1位ですよ。あの、書店とか行ったら、全国各地で第1位取ってて、多分、あの、新書、今年の新書大賞取るんじゃないかという、今井睦美さんと秋田みさんというね、えー、大学の先生方が書かれた本で、言語の本質。簡単に言うと、内容は何かというと、AI と人の違いです。これですね。これはもう水野先生も読みましたよね。 はい、読みました。いですかいやー、えー、増えますよね。はい、ですからね、一度こういうものをきちっと読んでおいて、自分の中でね、体系づけておくと僕はいいと思いますね。ぜひね、もっと見せますね。えー、これはね、ぜひ何回も読んで学校に行かない子どもたちへの対応ハンドブック。これは強くおすすめしたいと思います。はい。うん、確か大きく4段階。 ステップあるんですよねう最初の段階がまあ投稿を促すっていうあの強い指導ではないんですけどもうん、うん、全くののの動かああ全くがあの投稿うのう促さないっていうのは、うん、もうよろしくないっていうことで,そうですねどうやって促すかってことが書かれ、えー、ね。いはい。前全区期混乱期休養期回復期除草期復帰期だから6つだね。あ6つですか。はい、というとねやっぱこういうお医者さんの話の良さは そういうお子さんが成人してどういう経過をたどったかまで記録してあるんですよね。私たちってそういう子たちと付き合う1、2年のスパンで見ちゃうでしょ。はい、だからね、あのーまあ、学校に来させることが目的になっちゃって難しいことになる可能性があるんでね。そういう意味でぜひ見てほしいと思います。はいはい、普通に会話ができるドラえもんの心の作り方、えー、高田敦史さんの。まあこれは あの、電子書籍ですけどもね、あの、私は実物の本も、あの、持ってます。レアなんです。あの、実物の本って、あの、クラウドファンディングで支援した方しかね、手に入れられないんですけどね。これ簡単に内容を一言でね、表すと AI に心を宿すっていう、まあ、プロジェクト、ね、研究開発をされてる方ですね。はい。これはもう、動画をね、ご覧になった吉田先生ご存知ですよね。はい。 いやーあの、仮説とはいえ、なんか、本当にそうかなと思いますよね。<laughs> 本当にそうなんですよね、きっとね。心の問題っていうのを考える上で、あの勉強になりますよね。勉強になります。あの、最近だと、あの自閉症の方が、うんあの、どういう心を持って生活されてるかっていうのを、うん、もう、 深くね、動画で配信されてますね。えっと、あの、ぴょんぴょん跳ねる理由ね、あのあの方、すぐ名前で、ね、<あ>えっと、東田さんやったっけな。はい、東田直樹さんの。直樹さんね。はい。自閉症の僕があの飛び跳ねる理由って、これ。随分前にね、はい、話題になって、その時に読んだんだけども、ちゃんとこういうのも抑えてるんだなと思ってね。父あ、父。あー父 <laughs> はい。あのまあ、最近と届いたばっかりのやつですかそうですね。はい。あのー、 たまたま今日ねその30分前に気がつくまで読んでたんです、<laughs> 届いたばっかりですからね。<laughs> そ,うそうです、それでね、えー、いや、これを見て本当に感動してね、あのー、やっぱり何らかの形でね、えー、貢献できる人間にならなきゃなんていうことは、何度も思い起こしながらやりましたね、ついつい目の前のことに僕たちってとらわれがちじゃないですか。これはあの書店では売られてないんですよね。 ですから、あの、まあ、インターネットのホームページはありますから、そこから申し込んで、あの、月刊誌ですので、毎月送られてくるという形です。で、どんな方が読んでるかというと、これもうき、大きい企業のね、社長さん方が読むような雑誌なんですよ。それを、向山先生があるとき、教師も、教師っていうのは子どもたちに教える立場だから、一流のものを知らないといけないんだっていうことでね、 この雑誌を紹介されて、私30代の時からずっと読んでます。どうしても教員の世界って、こう、皆さんにね、えー、指摘はされるんですけど、世界が狭くなっちゃうんでね。ね、会社で働いたこともないですしね。そうそう。<laughs> で、ここだけの話なんですけど、そういうね、社長さん方に、いや、私も父読んでますって言うと、えー、学校の先生なのによ、父読んでるのって驚かれますね。<laughs> 私もね、驚かれます。<laughs> はい。 そういうもう一流雑誌です。そうですね。本当に一流雑誌で僕はいつも3年間契約で買ってるんですよね。ああ<ー>、はい。さすがですね。はいあ。でも私もずっと読んでます。はい。これです。向山の教師修行10年。これ、吉田先生、気がつきました。どこが新しいか。 電子書籍版ってなってますね。そうなんです。電子書籍がついに出たんですよ。すごいね。すごいです。つまり、あの、検索できるんですよ。あ、これ、ああいうない、どっかのページに書いてたなとか、あるいはね、こう、何かに使うときにテキストをコピーできますしね。これは元の方持ってる方でも、もう、有料、有用なね、情報。 法だと思って紹介させていただきました。ちなみに全くご存知ない方のために内容を短く紹介させていただきます。授業が良くなる方法を具体的に述べたロングセラーの新定番、著者の実践、学級通信、子供の日記、保護者からの手紙など様々な資料も掲載、さらに授業づくりに役立つ学級経営の月別展開図も初めて収録という内容になってます。これ、あの、私がアピールする ポイントは一つです。これね、ものすごく中身のある本、向山洋一先生の本の中でも、もう一番濃い、なの、本。 ですので、夏休み中に読むのがおすすめなんですよ。あの、楽器始まってから、日常生活始まってからだと、ゆっくりね、こう、読む時間っていうのはないと思います。これは、ゆっくり読んでいただきたい本なんですよね。ということで、今回紹介させていただきました。もちろん、吉田先生ももう若い時に読まれて勉強されてますよね。 いやでも電子書籍版が出たんならこれ買わなきゃと思いですね。そうですね。なんかね、<laughs> あのー、本好きの人で珍しい、なんかね、僕は絶対紙の本派だっていう人がいるんですよね。はい,はいはい。でも僕、本当の読書好きの人って紙の本だとか電子書籍って気にせずに読んでますよね。気にせずに読んでます。水野先生なんかそうでしょはい。ね。 だからね、なんかそういうのに抵抗を持ってる人ね、ぜひね、電子書籍版やってみると、例えば僕なんかどうするかというと、読んでていいところって、 えー、マーカー入れて、それをメールで自分宛てに送るんですよ。便利、はい、<laughs> ですね、はいその。そしてね、それで、あの例えば講座を組み立てるときの引用として使ったりって随分してますん、ね、紙はなかなかそれ難しいですよね。そうなんですよ。いろんなね、使い方ができるんでね。うん、その時思いついて、付箋入れといても、その入れたことを忘れちゃう。<laughs> <laughs> ところがメールに入れておくと、検索かけると出てくるんで、ね、ああ、ここ、ここ、ここっていう使い方もあるんでね。はい、あのね、忘れないし、忘れたときにも検索かけないそうです。僕はとにかくコピーをして、メモをちょっと打ち込んで、メールで送るってよくやりますね。はい、はい、吉田先生も電子書籍版を購入されるということではいもう、今日これで2冊買うことく終わりました。<laughs> や<っ>た <laughs> 紹介した価値がありました。<laughs> ということで、あ、でも、吉田先生の分が一冊残ってます。<laughs> そうなんですっね。えー、じゃあ、私が代わりに一冊。どうぞお願いします。はい。いいんですか私は、あの、これ、ちはやフる。はい。これのね、50巻目が最近出たんです。つい、ついに50巻になりました。ということで、ちはやふるね、あのご存知ですよね。映画化もされましたしね。子供たちにも人気で、私たちの娘はずっと読んでます。 50巻目が出たという状況それずっと、ずっと買ってるんだ。ずっと買ってます。<laughs> えっと、僕を、僕は何巻まで言うんだうかな。はい。いや、面白いですよ。だから本当に、本当に本の好きな人って漫画に、漫画もむくめなく買ってるよね。はい。でいか、はい。教室に置くともう女子生、女子のね、<laughs> みんながなんか飛びつきます。はい。 ということで、今日は夏休みに向けて、向けてじゃないや、夏休み中におすすめの本を紹介させていただきました。はい、ありがとうございました。今すぐクリックして買います、はいいま。はい、ありがとうございました。<laughs>